メインファサードサンタ、クルース修道院は、サンタクルース教会の名で知られる、ポルトガルコインブラの史跡である。1131年にコインブラの城壁外に建てられ、ポルトガル王国初期における最も重要な修道士の館となった。セアウグスチの修道会に寄進され、政治、文化において数よな地位を確立すると同時に、多くの教皇庁特権と、 王家からの歌詞を得て莫大な財を蓄積した。中世においては付属の学校が極めて重要なものとなり、私的あるいは政治エリートの集う場所となっていた。修道院の社事室はアフンソ一世のプロパガンダ機関の中心となり、そのため彼が自らの意志によりサンタクルースに埋葬されたことは不思議なことではない。初期ロマネスク様式建築に由来する要素は残っていない。 一つの新郎からなり、ファサードにはアウグスティヌスイコールロマネスク建築に典型的な高等があったことが知られているが、これらの要素は現存しない。16世紀前半、修道院はその貢献を引き受けたマヌエル一世の命により全面的に改装された。修道院内部修道院の全体、すなわち教会堂と、 アホンソ一世及びその後継三種一世の墓は1530年に再び整備された主礼拝堂へ移された。二人はニコラ・シャントレーヌの彫刻を施された棺の中に収められている。マヌエル様式の教会及び三中心アーチとリブアーチを有する聖堂三次会会議所のレイアウトを行ったのは建築家ディオゴボイタクである。マルコ・ピレスがこれを引き継ぎ、 サンミゲル礼拝堂と沈黙の回廊を完成させた。シャントレーヌの下で1522年から1525年にかけて作られた正門はマヌエル様式とルネサンスの影響を調和させており、この修道院の最も象徴的な部分となっている。16世紀全体を通じてサンタクルースには最も評価の高い建築家、彫刻家、画家たちが活動していた。ディオゴデ・カスティーリョ。 ジャンドルアン、クリストバン・デ・フィゲーレド、バスコ・フェルナンデス、上に述べた、シャントレーヌ、ボイタク、ディオゴ・ピレスなどである。聖具室は17世紀に遡るもので、16世紀の絵画を数点保有している。聖アントニオ・デ・リシュボアはここで学び、聖職授与の後はこの修道院で教王を担当していた。ありがとうございます。